今日はですね、オリックスがステフェン・ロメルをねもう一度、獲得しようとしているという、記事がありましたんで、まあ、それについて話していきたいと思います。はい、ロメロ選手ですけどもね、まあロメロはちょっと皆さんもね知ってると思いますが、まあ、オリックス最初入団してね、まあ、オリックス入団した時僕はねこう面白い選手取ったなと思いつつもね、こう、まあ、こんなに長く日本でプレーするとは思わなかったんですけども、まあ結構あれですね、1年目から26本、2割7分4厘結構活躍して残留して、まあ、オリックスで、まあ、そのまま3年連続2桁打ちましたけど、まあ、ちょっと怪我が多いっていうので欠場してる期間が長いんですよね。2019年も18ホーマーって81試合で18ホーマーって結構なペースなんですけど、ただ、まあ、結局怪我で、まあ、出場試合数が伸びなかったっていう部分で、まあ、そこで揉めたんですね、契約で。で、まあ、揉めて楽天入りと。で、まあ、楽天に行って、24ホーマー、まあ、ホームラン20本打つだけのパワーっていうのはコンスタントにありますよね。まあ、3年目18本ですけど、まあ、ただ、まあ、普通にね、もっと試合出てれば 100% 20本打ててた。怪我とかなければね、20本打ててたと。うん、ほぼ 100% 打ててたと思うので、ということを考えれば、まあ、2割7分2厘24ホーマー、やっぱさすがの長打力、パンチ力持ってるなという感じで、まあ、楽天で結構活躍したんですが、まあ、楽天との契約も揉めてしまったということで、まあ、ちょっと面倒なことになり、今、ちょっと自由契約になってしまったと。いうことで、で、まあ、そのロメロに対してオリックスがもう一度声をかけていると、まあ、オリックスの出戻り外国人というと僕が一番パッと思いつくのはホセ・フェルナンデスなんですけど、まあ、彼はねなんか日本のいろんな球団でプレーしてましたけど、まあ、やっぱホセ・フェルナンデスとかね、まあ、あとカラバイオとか、うん、そういうイメージがありますんで、なんかねオリックスも戻るっていうパターンもなんか想像つくんですよね。なんかオリックス戻ってきそうなイメージはちょっとあって、なんかねオリックスロメロってありえるかなと個人的には思いましたね。っていうことであれなんですけど、ただね揉めてる、しょっちゅう揉めてるっていう契約で、そういうイメージがどうしてもついちゃいますよね。まあ、そこでねオリックスとちゃんと、契約することができるかっていうのは、まあ、不安ではあるかなとは思いますけど、まあ、ロメロに関してはね、外野の出場がだんだん減ってるっていう部分もあるんですけど、ただ一応外野手として期待できる部分はあるんですよね。楽天での試合でも49試合出場ですけど捕殺が2個あるっていうねところを考えると、その辺ね守備力は結構ライト任せられると思うんで結構貴重な人材だと思うんですよ。っていうことで、まあ、僕はねあれです、ロハス・ジュニアの獲得に失敗した場合ロメロを取る、阪神が取るんじゃないかっていうふうにも思ってたんですけど、まあ、ロメロは結構ね、まあ、狙ってる球団はあるんじゃないかなと思ったり、でも契約で毎回揉めてるから、まあ、それでちょっと手出しにくいと思ってるのか、まあまあそんな感じの選手ですね。はい、ということで、ロメロの、来シーズンの成績、これ年齢を加味した、成績の予想っていう感じになってます。で、まあ、2割7分2厘、24ホーマー、まあ、規定打席に乗ってますよね。乗ってて規定打席もう120試合なんでね、あれですけど、まあ、来年はね140試合行われるという想定のもと、計算をしてますが、数試合数はあまり伸びない形になったのは、まあ、いろんな事情があるんですけど、まあ、ロメロってなんかそういう感じですよね。なんか1年目も別に103試合しか出てないですし、まあ、なんかあんまりこうまとまった試合数出るってタイプの選手、フル出場ガンガン試合出ていくタイプではないと思いますので、ロメロ選手の出場試合数は100試合程度ということになっています。で、まあ、昨シーズンで今シーズン3割2分3厘、バビップ3割2分3厘、
でこの2019年はね81試合しか出てなくてバビップが非常に高く出てる。逆にその前の年はバビップが非常に低い数字になってるっていうので、まあ今年のバビップもちょっとかなりいい数字が出てたんで、まあ打球がね質が良かったのか、まあいろんな理由っていうのは考えられるんですけど、ただまあ急にバビップがね良くなるっていうことは揺り戻しが来るっていうことでもあると思いますんで、まあ、バビップに関してはちょっと平均程度に、留めてみました。もうちょっと下がる可能性もまああるかなと思ったり、でもまあどうなんでしょうかね、っていう感じですね。まあ、打率2割4分8厘っていう数字で、2割4分8厘23ホーマーってなんかすごいロメロっぽい成績だなってなんか計算してて思いましたね。なんかロメロっぽいなと思わないですかね、この数字なんかロメロっぽい数字になったなっていう感じです。はい、ホームランに関しても、楽天がねあの楽天生命パークホームランちょっと出やすい球場っていうのと、あと京セラが逆にホームラン出にくい、ちょっと出にくいタイプの、まあ、そんなあれですけどね、顕著なあれじゃないですけど、まあちょっとホームラン出にくい球場っていうことと、あと年齢、ロメロはもう33歳来年でっていうところもあり、まあこんぐらいの数字かなと。20本ぐらい、まあでもやっぱロメロなんで20本ぐらい期待するパワーはあるなという感じですよね。あとは三振ですね。楽天に行ってちょっと三振が増えたなっていう感じですね。でも楽天時代のバッティングスタイルをそのまま来年オリックスでもやるんだとすると、まあ三振の数は引き続きちょっと増えるかなという感じですね。まあ、これ年齢的な部分も加味しての数字っていうことになってきますね。あとはなんか三塁打がなんか2本出たんですけど、まあちょっと三塁打も、京セラはなんか三塁打出やすい球場なんですよ、パークファクター的にね、っていうのも加味しつつっていう感じですかね。あとはね、選球がロメロの問題っていうか、まあ、ロメロは結構フォアボール選ばないタイプなんですよね。まあ、そういうところがあって、でなんか、まあ、メジャー時代、アメリカ時代もねあんまりフォアボール選ばなくて、日本に来てもフォアボール選ぶ年と選ばない年と、まあ普通に選ぶ年っていうのが交互に来るんですよね。これこのジンクスに従ってちょっとフォアボール減らそうかなとも思ったんですけど、ちょっと根拠がないから、まあただまあ交互にこういう年があるんで、来年はもっと早打ちになってフォアボール選ばなくなる可能性はありますよね。まあフォアボールに関してもまあこのぐらい、まあ平均ちょい上ぐらいですかね。まあでも基本的にそんなにフォアボール選ぶタイプではないっていう感じですかね。まあ結構ロメロっぽさ出たんじゃないかなと。なんか、いや別にロメロっぽさを狙ってたわけじゃないですけど、なんか計算して成績を弾いてみたら、あ、すごいロメロやなっていう感じの数字になったので、なんか、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。いや、なんかロメロっぽいなと。まあこれはもちろんオリックスに入団した場合なんで、他球団に入団した場合はまた話が変わってくるんですけど、ロメロっぽさがあるかな。2割4分8厘23本で、今年のオリックスに関して言うと、もう A ロットが完全に外れと言ってよかったと思うんですけど、 A ロットが外れちゃったので、やっぱりそこで打線がね、T 岡田もちょっと調子が悪かったですし、まあ、吉田正尚がすごい打ってる裏で、他のバッターがねちょっとどうしても迫力に欠ける。で特に一番の問題はジョーンズですよね。ジョーンズが思ったほど活躍しなかったっていう問題があって、ジョーンズにもうちょっと長打力期待してた部分はあると思うんですけど、でまあロメロがここで日本球界を知っているロメロが入団することによって、まあ、長打力を補うことができると、まあ、23本っていう数字は今年のオリックスの打線の中で言えばトップですよね。オリックスの打線の中に、今年のオリックスは T 岡田が一番ホームラン多くて10何本とかだったんで、20本クラスの長打力があるバッターいなかったんで、ね、ロメロが加入することはすごい大きいんじゃないかなと個人的に思うところですかね。まあ、ロメロはオリックス
スでいいんじゃないかなっていう気はしますね、僕は。うん、僕はオリックスでいいんじゃないかと思ったりしますけど、まあ、あとは怪我をせず、まあ、できれば140試合出てほしいですけど、まあ、100試合ぐらいになるかなと。まあ、日本で一番多く試合に出たのが2018年119試合なんで、まあ、そんなにこう、出場試合数はこんなもんでこんぐらいの成績かなっていうのが、僕の予想ですかね。はい、ということで、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。はい、じゃあね、まあ、ロメロのオリックス復帰を願って終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。